今回はどの面で大活躍を見せたドウマンに対するユーザーの反応を紹介します。お前アルター英語賞はもう終わったんだぞ。なんだその大活躍は。絶賛はキャスターですから。絶賛多彩なれば。アルター英語の理解が深まったから大っぴらに動くようになったんじゃろ。知らんけど。生命に勝つ以外何でもできる男。伯爵の関係も軽やかに砕いててわろた。ノリがジタンクッキングだったな。ひらりと目の前に何かが落ちる。じゃないんだよなぁ。ありがとよ。同僚の足を引っ張ることにかけては生命を除き古今無双の男。同僚？はて。何のことやら。拙僧はただの足やドウマンでございますれば。こいつアルターエゴじゃなくてクラスリンボだから。アルターエゴでも例外枠だよな。こいつをアルターエゴの参考にしてはいけない。でもこいつ人格の一側面心霊のハイサーバントっていう成り立ちだからほぼ CCC 由来の伝統的なアルエゴなんすよ。異性の神が作ったのかなと思ってたがそうじゃなくてこいつ自身が自分をいじってそうなのが。BB ちゃんが微妙な顔しそうな説明をするな。また生命のハードルが上がってしまった。生命の凄さを伝えるのが誰よりも上手い男。これもまた拙僧の外伝への反則でありますれば。顔が良すぎて中ボスからの大出世。本来なら今回の伯爵ポジションで終わってそうだな。普通の聖杯戦争でこいつ引けたら勝ち確になりそう。性格が外れなのよ。カルデアみたいに何かやらかそうとした際のストッパーを用意できる環境なら単純に有能さをありがたがれるんだろうけどもね。いやカルデアでも問題児だが。ナギコさんがストッパーみたいになってるけどあれどっちかっていうとドウマンの方がナギコさんが出てきたなら引き時だなって引いてくれてるだけだしね。術者として本気になったらナギコさんレベルなら余裕で退けられる。マンボだから振り回せるだけでリンボならああはならなかっただろう。ナギコさんになんで好きで振り回されてるんだろうな。片付きドウマンにも妹とかつくばね的存在がいたのだろうか。なんでナギコさんに脱がされかけてるのだろうな。ドウマンって何をしにカルデアに来たんだろうな。そのうち召喚されるかもしれない生命と戦いに。カルデア及び元同僚への嫌がらせのため。その場のノリ。なんか敵の方が時間かけて頑張っていろいろ積み上げてるから、崩しがいがありそうだし。ビーストになれなかったドウマンと一緒にビースト生命を打倒する展開が来ると信じてるからな。結局この人なんであの結末から主人公を人認めて惚れ込んでるみたいな枠になったんだ。召喚された時点ではハンディ OMAN として振る舞って寝首かいたり内部瓦解とか企んで結局、絆レベル上がってくうちにやめましたルート入ったのか。それとも平安京の結末の時点でモグダに手を貸したら面白そうとか思って最初から100好意的なのか。割とこいつ、あくまでリンボの記録保持してやってきた通常ドウマンの可能性ある。自分のことを殺したからとか？そんなどこぞの真相じゃないんだから。リンボの記憶があるドウマンじゃないかなとはたまに思う。拙僧を殺した責任、取ってもらいますぞ。拙僧を殺した責任、取ってもらいますぞ。ダブルドウマン。リンボメモリーあるだけのドウマンだった場合、最初のキャスターではなく、ガスで出てきた可能性もあるのか。リンボアルク説というわけか。なるほどな。本気でマスターの寝首を変えてやりたいけど、それと同じくらいにマスターは自分の悪事に負けることはないみたいな信頼は持っていそう。持ってるのは記憶ではなく記録なので反動漫画リンボエミュしてるだけ説。地味にマスターのこと星だと思ってそう。漫画のドウマンの情報が増えればそこら辺わかりやすくなるかね。リンボがドウマンの悪性100でできてるとして、本来の英霊、アシアドウマンは本人なりの前世もある状態的な。お気に入りのおもちゃというかマスターが自分の仕掛けた罠に引っかかるかワクワクしてるイメージはある。はい。アビゲイル殿、拙僧に何か。夢の話？マスターの？拙僧、得てではないゆえ遠慮しておきますとも。はい。おじさまからのことづけと。はあ、さようで。アビートの追加ボイス来たからこれから主人公の夢の掃除係になるかもしれん。こいつ生命を筆頭に悪である自分を打ち倒す前への嫉妬と羨望と愛憎と執着に傾倒する傾向があるからな。自分を殺せるくらいの実力がある正義の味方に執着するやつだから。
最初が声明で下総で武蔵ちゃんとグダに目つけて、平安京で完全にグダに執着開始したって印象。個人的にこいつ声明に関すること以外はエンジョイ勢な気がするんよな。異性の人として召喚されたから全力でエンジョイしたし、今はカルデアで呼ばれたからカルデアライフをエンジョイしてる。イベントで厄介ことを起こすことはあっても完全に裏切る真似はする気がないみたいな。面白いと思えないことやってるとテンションだだ下がりするしな、こいつ。裏切るにしても完全に致命的な裏切りはしないんだよな。黒卵作った時にしても節操のマスターならこれくらいは大丈夫なのでは？ってラインを超えないようにしているみたいな。だからこそ岩窟王にも後託されたんだろうな。なんだかんだで致命的なことはしないから。夏イベではあのレジライリリーの無茶ぶりに呪詛吐き散らしながらブラック労働してたし、エンジョイ勢だが妙に社畜根性染みついているつーか、そこだけは同僚の神父と同じく信用できる感はある。信頼は別。アルターエゴで悪性のカリチュアになっても残る根っこの社畜成分ってなんだろうな。それは日本人だからでは。陰陽師って国家公務員だし天気予報から厄払いまでいろいろやらされてた社畜だから。一応言っておくとドウマン法師陰陽師だから罪悪、つまりフリーの陰陽師だよ。給仕してるタイプの陰陽師とは別。現代で例えるとドウマンはフリーランスだろうか。最初はただのエンジョイ勢かと思ってたけど絆霊装を見るに本気で使える気になってるんだと俺は思う。ブログに載ってた石さんの解釈だとカルデアのは打倒生命のためにリンボパワーちゃっかりゲットしたドウマンってイメージらしい。漫画読んだらその可能性もあるかもしれんと思った。なんかお立ち回りしてたけど、伯爵のスカウトって天乱聖杯戦争からの中途だからお前元凶じゃねえか。こいつがビースト目指さなければよかった話なんだよな。実態としては盛大な尻拭い。せやね、敵の時にやらかしたことを味方になったから清算しただけやね。お掃除もできるよう移動マンですぞ。ぶっちゃけその辺もあるからちゃんとけじめをつけたんじゃねえの。もともとの性分なのか変なところで力技だし。はてさて節操家のキャスターリンボ目の記憶は持ち合わせてないもので、こいつが変なチャート組まなければ井戸もっと平和だったんだよな。まああの変なチャートのおかげで異物と縁ができてツングースカでは助けてもらったから。このチャート何か変。アイムアイドウマン。アイネーズ。そもそも変なチャートじゃなかったらあの時点でカルデア負けてた可能性が高いので、正直一回味方側でかっこいいシーン見たかったから。やってることこれまでのマーリンみたいなもんだからな。わかる。普段こう厄介なやつだったり敵だったりするやつが利害一致して味方になった時の頼もしさある展開大好きなんだ。どの面フレンズとかうさんくささとかお前も元異性の人だろとかいろいろ言いたいことはあるけど、戦闘中にドウマンの札でカリオストロやめた時はあの野郎やりやがったってなった。そしてよくよく考えたら生前ドウマンは本人も語ってる通り善悪両方やってる陰陽師だったらしいから、悪のアルターエゴじゃなく芦屋ドウマンとしての行動だったのかなとか考えて勝手にエモさ感じてる。夢渡りだけならまだしも悪性情報3分クッキングまでしてくれるとはね。こいつマジで強いんだな。悪性情報。あーはいはい、皆様こんな感じのやつを廃下号ですね。レムレムを利用して。はい、少々錬金で変化させて。とサクサク組み立ててるのが見えるよあの階層。